留年校は、日本の政治家、宗教家、通称、留年校。原島孝治、辻武都らと同様に支持母体、総科学会の最古参幹部を兼任しながら、公明党東京都議会議員団副団長、団長を歴任したが、晩年は学会に反旗を翻した。都議会議員を引退後、食肉市場から出る汚物の処理を請け負う、財団法人、 土と人間の蘇生の会を設立。財団法人の機関士、宇徳王を発行し、反学会の姿勢を鮮明にした。しかし、法人の目的があくまでもお物処理の事業であったことから、監査請求を受け、東京都は同法人型団体への批判活動を行うことは、法人の目的を著しく逸脱しているとして、1992年4月、 宇徳王氏の全発行部数の回収を命じている。日蓮昇州北家公の機関紙大白法に掲載された広告では、宇徳王の発行元を財団法人土と人間の蘇生の会としていたが、事口で発行元が、総価学会解散撲滅の解代漂流年校の間違いだったとする訂正広告を出した。自由民主党の公明党、 総価学会の政教分離に関する部会に山崎正人も元弁護士と共に出席した。1995年9月に転落死をした東村山市の朝木昭義義の追悼集会に出席しスピーチを述べたこともある。竜と同様、反学会に転じたと議会公明党幹事長を務めた藤原幸正とはもともと馬が合わなかったとされ、 龍が藤原と反学会で行動を共にすることはなかった。ありがとうございます。